レコメンラジオドラマ第2のふるさと物語第3話交流。大学2年の夏休み、働きながら地方に滞在できるふるさとワーキングホリデーで徳島県徳島市を訪れた私は、休日を使って地元の公民館で阿波踊りの稽古に参加していた。はい、皆さん、お昼の休憩はおしまいです。じゃあ前半でやった足腰だけの基礎の動きをおさらいしましょう。京子先生、あかりちゃんがおらんよ。午前中はおったのに、どこ行ってしまったんかいな。あ、すみません、気づいたらこんな時間になってました。あかりちゃん、もしかして休憩中もどっかで練習しよったん？はい、皆さんに追いつきたくて中庭で練習してたらこんな時間に。熱心でなあ。ほな、せっかくやけ男踊りの基礎の動きみんなの前で私と一緒にやってみるで。はい。ほな、行くじゃ。そうそう、もう少し重心落として、胸張って、ええよ。はい。ほな、みんなもあかりちゃんの後ろ並んで部屋の中を回ってみようか。あかりちゃん、後ろ見てみ。え、うわあ、私が先頭になってる。あ、ちょちょちょ、あーあーあーあああ手足がめちゃくちゃ、あ、一旦ストップあかりちゃん、ええ感じだったじょ。気づいたら後ろにみんながいてびっくりしちゃいました。せっかくやけ今日は衣装着てあかりちゃんを先頭に稽古していきましょうか。え、いいんですか？嬉しいです。あれ、あかりちゃん、もしかしてお昼食べとらんの？すみません、練習に夢中でつい食べ忘れちゃいました。腹が減っては踊りはできぬ。みんな、おやつ休憩にするでよ。皆さん、私のためにすみません。あかりちゃん、これうちで焼いたせんべい食べて。うちで握ったおにぎりもあるでよ、一緒に食べよう。あかりちゃん、みんな休憩が大好きなんじゃ。この後もみんなで一生懸命練習したり、頻繁に休憩をとって談笑したりして過ごした。こんなに穏やかな気持ちで休日を過ごしたのはいつぶりだろう。東京にいたら触れ合えなかった文化や優しさがここにはある。私、この町に来てよかった。もっともっといろんなことを経験したい。レコメラジオドラマ第2のふるさと物語、あかり、高橋理恵、京子、熊谷ニーナ、以上のキャストでお送りしました。